どういうことですか？頑張りますね。これでいいだろう。おいおい、嫌な予感しかしねえぞ。ああ。そういうことでよろしく頼むぜ。こんにちは。何かご用かな？おや、君は？紅月君から報告を受けている。明石の儀に合格おめでとう。とても優秀な成績だ。紅月君が褒めていたよ。彼女は里で最強だ。誇るといい。本部を代表して新たな仲間を歓迎しよう。
まほろばの里にようこそ。私はカズエ、ここの事務官をしている。本部では鬼の情報を集約して個々のモノノフに討伐依頼を出している。今後は君にもお願いすることになるだろう。ただ無理は禁物だ。かを知り己を知らば百戦危うからず。任務の内容に実力が追いついているかよく考えてから受けることだ。それと次の決まりがある。日頃気をつけてくれ。一つ、職務をおろそかにするべからず。一つ、モノノフ同士争うべからず。一つ、神垣の御子を軽んずべからず。最後に、お頭に背くべからず。最後のは今は無効だね。お頭は2年前に亡くなってしまった。里には必ず指導者たるお頭がいるものだが、まほろばでは空席のままだ。いろいろ複雑な事情があってね。しかし近々お頭選議がある。里の全員で新しいお頭を選ぶんだ。君も誰に票を入れるか考えておくといい。近衛の隊長八雲と侍の隊長東野が候補だ。本当はもう一人立候補してほしい人物がいるが、すまない、余計なことを言ったな。最後に一つ気をつけてほしいことがある。行動限界だ。鬼の住む異界には正気という毒が満ちている。これを一度に取り込みすぎると死ぬ。正常な場所にいれば排出されるから、危険を感じたらすぐに里に戻ってくれ。長居は無用だ。いいね。他に困ったことがあったら相談を。モノノフを支えるのが私たちの仕事だ。ではこれからよろしく。何時に英雄の導きがあらんことを。いらっしゃい。今日はど、これからも腕を磨いていきます。
モノノフの使命を果たします。おいおい、行きましょう。ぼちぼち行くか。ざっとこんなもんだな。腹減ったぜ、さっさと帰ろうぜ。えい、まだ見つからないのか。はあ、申し訳ありません。捜索範囲があまりにも広く。愚か者どもが深追いするなと厳命。何揉めてんだ。ヤクモ、何かあったのですか。紅月か。この絵の一体が異界から戻らない。大型鬼を追尾中だったらしい。おそらくやられた。貴様、言葉を慎めよ。現実を直視したくないならそれで構わん。どの道侍もコノエも異界の捜索で正気を取り込みすぎた。行動限界だ。これ以上の捜索は不可能。自力で戻ってくるのを期待するんだな。隠つぶしが。所詮戸様は戸様、下船の血は隠せんと見える。言いたいことはそれだけか。おい、本気かバカども。おー、面白い。俺も混ぜろよ。双方引いてください。あなたたちは鬼と戦うモノノフのはず。過去にどのような因縁があろうと協力し合うのが役定です。自ら立てた誓いに背く、それが誇り高きモノノフの道ですか。何のつもりだ、東のモノノフよ。何か考えでもあるのか。なるほど、いい考えです。私たちで救援に向かいましょう。おいおい、俺らが探すのかよ。悪かねえ考えだが、異界は広大だ。俺たちだけじゃ時間がかかりすぎるぜ。その点は心配するな。
様は、マジ…出たな、地獄耳。鬼の痕跡をたどる手段がある。全域を捜索せずとも部隊を発見できるはずだ。部隊が消息を絶った場所はわかるか？暗の領域の遺跡の近くだ。連絡要員を残して消えた。ならそこから痕跡をたどればいい。現場指揮はお前が取れ。鬼の手の扱いに最も長けているのはお前だ。鬼の手を使って痕跡をたどる。通信で指示を出すからその通りに行動しろ。時間が惜しい。すぐにでも取り掛かるぞ。大した物好きだな。お前を魔女と呼ぶ相手をなぜ助ける？私の目的は鬼に勝つことだ。人間相手に争っている暇などない。お前は正しい。だが全てのものがそう考えるとは限らない。戻るぞ。信用できんな、東のモノノフよ。貴様はまだ里のモノノフですらない。いいえ、役もすでに証の儀は終えました。このものはもう立派な里のモノノフです。信じて。いいだろう、貴様を信じるぞ、からくり使い。決して魔女を頼るわけでもない。そのことを明記しておけ。どちらでも構わんさ、目的を達成できればな。西の監視小屋付近に異界への入り口がある。そこから暗の領域の遺跡を目指せ。あとは私が通信で指示する。よし、しっかりな、からくり使い諸君。じゃあ、しっかりな。
いらっしゃい。